スイミング東京オリンピック日本代表南出大進です。佐賀県民の皆さん、今回この佐賀アクアという素晴らしいプールで練習させていただきありがとうございます。今回このプールで練習させていただいたのも、あってやっぱり一皮むけたと思うので、しっかり今回この福岡県の世界水泳で8位入賞を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。野中大輝です。世界水泳福岡では必ず8位入賞を達成できるように、頑張ります。佐賀県民の皆様、僕が努力は裏切らないということを証明するので、ぜひオープンウォーター競技注目してください。日本体育大学3年の和田大吾です。渡辺岳です。最近の推しは女優の荒木優子です。めちゃめちゃ可愛くて最近のドラマとかにも出てるので、ぜひ見てください。新潟県出身の渡辺修です。私の佐賀県の印象は、美味しい食べ物もたくさんあったし、可愛い子もたくさんいたのでとても良かったです。また来たいと思います。ありがとうございました。兵庫県須磨学園高校1年の藤森海斗です。佐賀県で水泳をしているみんな、純粋に泳ぐことを楽しんで、一緒に目標に向かって頑張っていきましょう。以上です。はい、早稲田大学4年生の古畑海輝です。佐賀県のいいところは、自然豊かで、過ごしやすいところです。以上です。日本体育大学の海老名愛です。今から皆さんもできるかもしれないのですが、特技を披露します。いきます。せーの、ほい佐賀県がばえ水筒店続きまして、もう一つ2年半も走り方教室で習った走り方を今から皆さんに見せたいと思います。いきます。三重県スポーツ協会所属の当人です。今回はこの素晴らしい環境の中で練習ができてとても楽しかったです。佐賀県の皆さんもオープンウォーターに始めてみましょう。笠原アルナと言います。特技披露します。私の特技は泥掛けです。お題はオープンウォータースイミングでいきたいと思います。オープンウォータースイミングとかけまして、佐賀牛などの高級和牛と解きます。その心は、どちらも特徴的な部位があるでしょう。立教大水教高校1年小島美香です。練習がしんどくてやりたくないって思うこともあるかもしれないんですけど、自分は強くなった自分を考えるようになってから練習が頑張れるようになりました。みんなも一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。